2022年7月、ロシア海軍に新たな兵器が引き渡されました。それは、現存する世界の潜水艦の中で最も大きいとされる原子力潜水艦、ベルゴロド、です。ベルゴロドは、現在開発中と言われる核兵器搭載の大陸間巡航魚雷、ポセイドン、を搭載するとの情報もあります。このポセイドンについては色々な情報が流布されており、魚雷自体は原子力で推進するため、ほぼ無限とも言われる航続距離、射程、を持ち、海岸付近で核爆発させることで、アメリカやイギリスの海岸に大津波を発生させ、海に近い都市を壊滅させることを目的にしている、など、12秒要素が満々の兵器として語られます。今回は、ポセイドンとは本当にそのような目的、能力を持った兵器なのか、そして、世界最大の潜水艦、ベルゴロドでの運用はどういったものになるのか解説します。まずはじめに、潜水艦ベルゴロドについて説明しましょう。ベルゴロドは、ロシア海軍が保有する世界最大の原子力潜水艦で、アメリカ海軍のオハイオ級原子力潜水艦が、全長171メートルなのに対して、ベルゴロドは全長184メートル、全幅18メートルと、巨大な潜水艦です。このベルゴロド、当初の予定では2019年に進水し、翌年の2020年には引き渡しがされる予定でしたが、新型コロナウイルスの流行を理由に納入が遅れ、2022年7月に引き渡されました。ということで、ベルゴロドの納入からまだ1年も経っていませんが、実はベルゴロドの建造自体は1992年から開始されており、当初は巡航ミサイル原潜として建造されていました。しかし、ソ連崩壊後の深刻な経済危機により、建造は 75% まで進んでいたものの、作業は保留となりました。その後時間は流れ、カクカクしかじかありまして、建造と中断を繰り返したものの、当初の巡航ミサイル原潜から目的と形を変え、特別プロジェクト艦として作り変えられました。このプロジェクト艦は、表向きには、世界中の海洋に展開し研究を目的とする、ということで、特殊用途原子力潜水艦の名目で建造されましたが、実際のところはポセイドンを6発搭載可能なように改造され、世界最大の潜水艦として就役しました。本潜水艦の前部には、直径約2メートルの魚雷発射管と思われる開口部が2箇所確認でき、これは、通常の魚雷直径、約 0.6 メートル、の、3倍以上という巨大な魚雷発射管となります。また、本艦にはポセイドンの他に、無人水中ドローンを搭載し、さらに、全長30メートルの小型潜水艦を艦の下部に抱えており、これらの母艦としての役割も持っています。次にポセイドンの目的、能力についてですが、まずはロシア側の発表だけを鵜呑みにして説明すると、ポセイドンは核弾頭を搭載した新型戦略兵器であり、内部には小型の原子炉を搭載し、それを推進力として無限の航続距離を持つとされます。原子力を搭載したポセイドンは、無限の航続距離だけでなく、時速110キロもの高速で海中を進み、航行深度は約1000メートルの深海にまで達し、これは米国のマーク50魚雷の運用深度を超えており、なおかつ海底を這うように進むため、探知や迎撃は困難だと言われています。ポセイドンの大きさは、全長24メートルという魚雷としてはイレギュラーなほどの巨大さで、当然中には人は乗っていないので、つまりは深海を高速で長距離自立航行する、超大型の魚雷、ということになります。このポセイドンには核弾頭が搭載され、その威力は最大2メガトンとのことで、これは、広島に落とされた原爆の130倍の威力にもなるため、単一の目標を攻撃するというよりは、広範囲に壊滅的な影響を及ぼす兵器と考えられています。例えば、原子力推進によって目標から遠く離れたところから発射され、海底を這うように進み、
敵艦隊や哨戒機に気づかれることなく目標に近づき、その後、沿岸で起爆させることにより、物理的な破壊に加えて、500メートルもの大津波を発生させ、沿岸部一帯や付近の艦隊を飲み込むほどの威力を持つとされています。また、ポセイドンによって引き起こされた津波には、放射性物質が含まれており、津波に襲われた一帯は汚染され、数十年は人が住むことができなくなるなど、将来的な損害も考慮すると、致命的なダメージを与える兵器だとしています。はい、と、ここまでお伝えしたのが、ロシア側の発表や、ポセイドンに危機感を抱く専門家の見解で、ポセイドンは全く新しい種類の兵器であり、ロシアやアメリカなど様々な国の海軍戦略のあり方を変え、新たな要求や対抗兵器の開発につながるだろう、などと言われていますが、本当にそのような能力を持っているのでしょうか。ポセイドンは2023年1月に初期生産が完了したと発表されましたが、その能力の真偽を一つずつ確認していきましょう。まず1点目は、原子力推進。ポセイドンの全長は24メートルで、魚雷としては巨大ですが、公開された写真の比率から、その高さと全幅は1から2メートル程度と推測されます。現在世界最小の原潜であるフランスの指級ですら、全長70メートル、全幅8メートルですので、果たして今のロシアの技術で、そこまで小型の原子力機関を実用化することは可能なのでしょうか。これまでロシアでは、原子力を動力とした航空機を試作開発しているので、小型の核動力機関は作れるかもしれませんが、この時には実用化に至っていないし、そもそも航空機と潜水艦では原子力機関の仕組みが異なるので、全く別物ですからね。二つ目は、500メートルの大津波。ポセイドンには核弾頭が搭載され、その威力は最大2メガトンとのことで、これは広島型原爆の130倍であり、そう聞くと感覚的には凄まじい威力に思いますが、東日本大震災のエネルギー量は、広島型原爆の3万1000倍と推定されています。よって、2メガトン程度では、都市を覆うほどの500メートルの津波の発生は不可能でしょう。最後の3つ目は、自立航行。仮にポセイドンが原子炉を積んでいて、無限の航続距離を持ったとしても、解決しなければならない課題は山盛りです。ポセイドンは特攻兵器ではないので、人間が搭乗するわけではありません。よって、仮に極東からアメリカ西海岸を攻撃する場合には、5000キロから1万キロもの距離を、自立航行する必要があります。さらに、海底を這うように水深1000メートルを航行するとのことなので、複雑な海底地形を把握し、それを避けて通る軌道も必要になります。当然ながら海底には電波は届かないし、GPS の誘導もできません。よって、仮に噂通りにポセイドンという核魚雷が存在していたとしても、現時点では大雑把な方向に向けて推進する、という程度の代物であり、その精度は極めて怪しく、戦略核というよりは、無差別飽和攻撃、というレベルではないかと思います。さらに言うと、ポセイドンは攻撃兵器ですらなく、巡航型の水中ドローン、という可能性が現実的かも。つまり、原子力の航続距離を活かして、太平洋や大西洋など、広大な海で決まったルートを常時巡回し、海底のデータ収集や索敵などを行うというものではないかと。そうだとしても、今のロシアがすぐさま実用化するのは難しいと言わざるを得ないものの、このレベルであれば、まだ実現性はあると思う。ポセイドンのキャリアとなる潜水艦、ベルゴロドは、もともとは世界中の海に展開し、研究を目的とした特殊用途原子力潜水艦として計画されており、無人水中ドローンを搭載し、小型潜水艦も艦の下部に接続していることを考えても、偵察やデータ収集がメインと考えるのが現実的だと思います。まあ最終的には核魚雷としての運用を目指している可能性は高いですが、
それには超えるべきハードルがいくつもあるので、今のロシアの状況でそれができるのかどうか、ベルゴロドとポセイドンの動向をしばらくは気にする必要がありそうですね。それではこれで、魚艦ベルゴロドと、大陸艦核巡航魚雷、ポセイドンの解説は終了です。よろしければ、いいね、チャンネル登録、と、新作動画をお知らせするための、ベルマークのポチをお願いします。